あ、おっちゃんひなさんかわいいね。でも P が反対だよ。僕がお手本見せようか。バケモンや。どうもヘタキングです。今日はこのトロールコースやっていきたいと思います。ベナイントロールレベルということで、親切なトロールコースということでしょうか。まあトロールコースっていう時点で親切っていう言葉からかけ離れてると思うんですけどね。でこのコース古いんだけど、チョリキングさんが作るトロールコースってだいたい紙トロールになってんのよ。だから古くてもクオリティ高いと思うよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.02% で、このコースさっきも言った通り古いコースだからバグとかはないと思うんだよね。だから今日は落ち着いていこう。今落ち着いてやれるわけねえだろとか思った方いるんじゃないの。僕だってやれるときはやれるんだからな。だから今日は大声出したら即終了っていう感じでいこうか。わあ今のよし、まだ始めたばっかだからさ、頭の回転がまだっていうか、これ下なんもないんだろ、分かってんだ。開幕なんもねえ。やっぱさっきの取り消そう。勢い系男子でいこう。僕から勢い取っちゃ何も残んないもんな。好きな女の子ができたってどんどん攻めちゃうんだからな。足のガシャン、足のとかどう、この新しい壁どうみたいな。キャーコッキーだよさ。絶対好きになられること間違いないよ。ほらほら、ここも合ってるしよ。もう僕はその一歩先の足の指どうみたいな。体どー、今のところ全部カットしたい。え、なんて言ってた僕、足の指どうだみたいな。出せんだよ。絶対やってる時足プルプルなってんじゃねえか。いや今日ねマジで意味わかんないことばっか喋るかもしんない。多めに見といてください。じゃあここはね、雲乗って上に行けっていうことだったんじゃないかな。いやでもさ、これ上行けそうじゃない。壁やってコーナージャンプでビタカー、これがカモメジンだ。みんな今気づいたんだけど、僕は意味わかんないことを喋らせたら天才なのかもしんない。ほらバカと天才って紙一重って言うじゃん。そのバカ寄りの方の天才の紙一重みたいな。日本語合ってる。まあまあこっから先進んでいこう。僕はこのまま右に進んでいくよ。危ないね。バカバー、もう黙ろ。アタオカ系ゲーム実況者とか言われてるけど、たまには真面目なゲーム実況っていうものを見せてあげようじゃないか。はい、やこらさん、はい、やとこらさん、はい、さんさんからのほい、さんさんさん。なんがおもろい。もうゲーム実況やめた方がいいと思うよ。バカ。じゃあどうすればいいんだと、バーのギリギリ近くまで行くんだと思いますよ。そうしたらオンオフが変わって土管に入る。素晴らしい神土管入り。そしてここにはオンオフがあるけど、オンオフがした瞬間この砲台がパーンってくる。だからすぐ左に逃げる。オッケーオッケー。で上に行けばいいんじゃない。バーで、でこのバーでなんだろうな。まあまあいいや。オンオフするところまでは間違ってない。でこの上に隠しブロックが出てきたと思うから、それを叩かないようにせってことだよね。他は他ないの。よくここだけ選んで叩いたな。で上のトゲピーは襲ってこれない。ここはなんだ、どうすればいいんだ。のこのこを持って、左に投げればいいのかな。そうしたらキノコが出てきたね。で越えれるぞこの場所、ナイス。そしたら右にのこのこがいるって書いてないかな。オンオフしろってことなんかな。でもメットを持ってオンオフすることができたら頭バッカーン。ならのこのこ持っていけばいいと思うんだけど、これどうやって持っていこうか。投げるでしょ。ちょっと今のなし、わざわざ持たなくていいんじゃない。踏んだ瞬間蹴るでしょ。そしてすぐ上に行く。でまた踏んで持つみたいな。よしよし、こんだけでよかったのか。さあここでオンオフをしてメットをかぶって上に行く。多分これで進ませてよしよしくれるよな。で中間ポイント見えたね。さっきも中間ポイントあったと思うんだけど、これ左のドア行く。いやでも右の中間ポイントすげえ怪しい。隠しブロックがあって進めませんよみたいなことはないよな。やったとなると左のドカもすげえ気になるよな。まあまあ親切、設計かなこれ。グリード矢印右からのソフトロック終了っていうことなんかな。え、あの中間ポイントフェイク、これ左はなんかドカあったよな。いやこれさ、右に針があったでしょ。それで当たってやられたらこのドカ入れるみたいだ。さあ戻ってきたね、これで。なら何なんだこの中間ポイントは。こんなにさ用意するなんてダマダじゃないんだよ。いやでもね、バグがないだけですごくスムーズに進めてる気がするね。気持ちにも余裕があるもん。さあドアに入っていこうか。でここで中間ポイントではないのか、ヒントって書いて。
で、これあのこのヒント上を見る限り最初のあそこっぽいんだけど伝えにくい。このヒントシリーズ動画を見てるみんなに伝えにくい。ただ一つだけ言わせてほしい。そんなのわかるか。さっきのヒントを見る限りだったら、あの音符ブロックの右側、ここをボム兵で壊せっていうことだと思いますよ。で、こっからどうするかなんだけど、もう右行くしかないよな。で、キノコと、なるほどね、ここでボム兵が出てくんのか。で、キノコを取った状態で先に進めるみたいな。こっから罠なんか変わってんのかな。フラワーになってる。え、クモは？クモ来る。クモが違うじゃねえか。え、なんでクモ変えることができるんだろう。いや、今度こそ壁当てコーラジャンプで上に行こう。ここで、いや本当に面白いね、この方のコース。鬼畜すぎない程よい難しさって感じでマジでちょうどいいわ。いやこれさ、メットかぶっていこうか。そのためにこのメット設置してるんじゃない。だからこれが正解だ、間違いないよ。さあ進もうじゃないか。でここでバブルが出てくると思うけど、そいつも防げる。でここはね、ブランパン襲って、あ、襲ってこないんだな。なんかピース位置がずっと鳴ってるね。じゃあ先に進もうか。で隠しブロックあるから当たってしまう。あ、この下に行けってことか。なるほどね、早い早くブロックやっこいに変わってくれ。そして土管に入るんだ。どうだ、中間ポイント位置までめちゃめちゃ長くないか。ならここは下に行くなってことだったよな。で、上は？上行けないよ。下に行くしかないんじゃないの。あのブラパンを避けるとかそんなこと無理。あ、1個しか溶かすなんてことなんじゃない。はいはい、なるほど、どこにありませんね。この先どうしようか。こっからマジで進み方が分かんないのよ。メットをかぶらんで行ってみる。それでなんか違う世界が見れますみたいな。でこのバブル当たるでしょ。そしたら右下にも行ける。待って待って、なんかピースイッチが発動しなくなってるね。でこの下にも行けなくなった。ツタが出てきた。はいはい、なるほどね。わざわざメットをかぶらなくてよかったのか。もう最初からそうやって言ってくれよな。さあここはどうすればいいんだ。バネ、もしかして僕は君にやられたのか。僕はあなたにやられませんよ。何度でもかかってくるがいいさ。俺はお前に一生やられねえかんだ。さっさやり直せ。土管から出たらすぐに行動しろ。喋りも早く自分の限界に挑戦するんだ。イエスバイバー。ここ右に行かなくちゃいけないのか。こっからジャンプするもんだと思ってた。じゃあ地下ブロックから降りて、ここは下に行く、上に行く。分かってる分かってる。下に行ってやられたらどうせまたピオキングわざとやられてるとか言うでしょ。だから素直に上に行こうか。でこのバネを持って、はいはい、これで合ってた。なんで？それでも僕は下が気になるんだ。下が正解っていうこともあるかもしれないじゃないか。下にダイブします。ほらほら、下が正解。バリャー、マジで中間ポイント全然なくない。そろそろ1個目の中間ポイント出てきてもいいと思うんだけどな。もしかして中間ポイントないみたいな、そんなパターン。そんなんだったらめちゃめちゃ鬼畜だよね。これはしゃがんで、いやしゃがめねえんじゃねえか。ちょっと邪魔だって。バネ、一旦バネ左にやっておこうか。そしてブロックを壊して右に行く。でこのバネも落として、あのブロックを壊してドアに行けばいいんじゃない。頼む、そろそろマジで中間ポイントがあってくれてもいいよ。はぁ、え、入れねえ。この辺かな。バネユーチャリング、こい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 。バカか俺は。もうちゃんとやろう。このブロックを壊してチビになっていけということでしょう。いやマジでそろそろ中間ポイントあってほしいんだけど。頼む、この扉の先中間ポイント。やっ、待ち遠しかったよ、中間ポイント。じゃあこのピンコインを取ってピースイッチを押した瞬間、この土管に入る。この土管の先は何なんだ。すげえ笑いが待ち受けてるんじゃないの。またで左はこれなんだろうな、ヒントみたいな感じ。右はパズルからのアンチ。頼むって。もうここで新体験しろってこと。あの土管は何だろうね。あの土管の方にちょっと行ってみようか。このピースイッチを踏んで、オンオフ。そしたら土管から何か、ピースイッチ、あのピースイッチどうすりゃいいんだろうな。分かったかもしれん。これさ、オンオフするとこの砲台が動くでしょ。だからオンオフ、いやピースイッチしておこうか。でオンオフをしてこのブロックに挟まってやられろっていうことなんじゃない。いや絶対そうだよ、そうだよな。オンオフブロックまた変わんないよな。はい、来た。さあこっから何が変わってるかなんだけど、あ、オンオフ変わったね。なるほど、ここにボム兵が出てくんのか。で爆弾で壁を上げて左のドアに入れっていうことなんじゃない。いやさっきもここ行ったんだけど、今度はドアになってる。あー、なるほどね、こっから先に進めますよと。いや怪しい、素直にファイヤーフラワー取っていいわけないもんな。
いや、これはそのままいけないね。もうすべてわかりんご。ワイヤーフラワーは取れない。で、カルの甲羅が出てきたってことは、このカルの甲羅を履いて進む。いや、まだ間に合うよ。わざわざ上に行かなくていいのさ、マリー。この場所で持とうじゃないか、カルの甲羅。はい、はい、はい。一緒のタイミングでジャンプするんだって。ここで持とうか。そしてリフトに乗ってって、うわ、パックの方すげえ怪しいんだけど、危ないね、さっきから。そして左のファイヤーフラワー取らせてくれると思う。あ、なんか出てきた。あー、なるほど、ファイヤーフラワー罠だったんでしょ。で、ここも敵が出てくるみたいな。あれ、出てこんね。やっぱファイヤー取ることが必須なんかな。なんか取らせてくれるような。やっぱ取らせてくれるような。キノコ様、すげえ複雑ここ。じゃあどうやってあのキノコを取ればよかったんだろうな。一旦魚出しておくでしょ。で、こっから左、あ、ここ隠しブロックあんのか。で、ヒップドロップしてキノコを出して、あのキノコを取ったらいけると。なるほど、そういうことだったんね。じゃあ行こうか、マリー。そしてこれでちゃんとあのブロックが壊してくれる。壊してくれるね。で、カロの甲羅を捨てていけと。で、ここはオンオフをして、僕何もしない。あのパックはいなくなると信じる。よし、あ、生き埋め。何をする。多分だけど、右のボム兵を右下の四角の枠まで持ってこいっていう感じだと思うんだよな。だからここにボム兵を投げてみる。そしたら右のブロックが壊れて先に進めますよ。あ、ハナちゃん花の帽子かぶってんじゃねえか、おしゃれ。で、このピンスイッチを多分踏ませるんだよ、あのブラパに。ここだ、これでいいんじゃない。Pスイッチ押さなかったらダメだよな。だからPスイッチを押した瞬間、あ、分かった分かった。これ向こう側にPスイッチを持っていけばいいんだ。で、ここでPスイッチを押してすぐどかに入る。オッケーオッケー。そして次は中間ポイントにあんじゃん。頼む、普通取らして。なんでー、ここは何もしないですぐ上に逃げるんで。そしたら、あ、やっぱり中間ポイント取れないよな。あの中間ポイントフェイク。実は中間ポイントにないで、そのまんまゴールできますよみたいな。あのガリガリなんかゴールとかじゃないかな。いや、絶対違うと思う。そんな夢を見るな、ピオキング。これは落ちるのかい。あ、何が親切なコースだ。めちゃめちゃ鬼畜じゃないか。ゾリキングさんは嘘つきだ。もう絶対遊ばないかんだ。冗談じゃん。僕はあなたたちのおかげでこの YouTube という世界で生きていられるんですよ。とても感謝していますって。だからそんなに怒んないでいいじゃんか。僕をね、早くゴールまで連れてって。このガリガリの中ゴールとかいう、そういうことはないみたいだ。じゃあオンオフした瞬間すぐ左出しな。あのチョロプンカクのドキャー。ではここどうするかと言いますと、ハテナを叩いて何もしない。そしたら右上の方に行けるような気がするんですよ。急に真面目。いや、これが本来のあるべき姿だからだな、ゲーム実況者の。もう発狂とか絶叫とかしてるっていうのはマジでおかしい。やった、中間ポイント。やった、はぁ。いや、待て待て、これ一旦やられていいんじゃない。一旦やられたらゴールさせてくれますみたいな。頼む、そうであって。なんか右下のドアがすげえ嫌な予感するけど、お願いします、神様。こっからゴールにどうにかしてくれないってお願いって。もう嫌だ、この右下のドアでやるのがすげえ不安。ここは何なんだ。ワークフォー、仕事をしろってこと。チェックポイントワンとか。チェックポイント1まで働けみたいな、そんな感じ。これをボム兵で、あ、これ持っていっちゃおうか。ボム兵を持っていこう。持てるもんは何でも持っていっちゃおう。あ、やっぱりボム兵いるんだね。で、これ下でやられたらダメだよな。またさっきのチェックポイント2のところ戻っちゃうもんな。で、このボム兵を持ってって、あ、わかった。これさ、ボム兵をどんどん持っていけっていうコースなんじゃない。それで最後にゴールがありますよみたいな。そうでしょ、制作した。え、これやり直し聞く。こっち、あ、左行ったらダメ、右に行くと。この唇植物が。なんか急にちょっとしたテクニックコース来たな。で、ここも投げていいんじゃない。投げてすぐここも投げて左に行くと。いや、なかなかうまいんじゃない。で、これは、いや、なんかさ、僕思うんだけど、ここでチェックポイント戻しなんじゃない、本当に。だからチェックポイント1まで働けって書いててじゃん。だからそういう意味なんじゃねえかなと。え、ここは下に、あ、戻れんで、ね。あ、左開いてくれるのか。で、ドアに入ると、この先には何がある？ふざけるな！ここで、ガマ発見しました！チャンネル登録、高評価、お願いします。ここで言うのは卑怯だよな。いや、これを一発でゴールできたらマジでチャンネル登録500お願いします。頼む、やったー。
いや実質これ長編トロールで中間ポイント1個しかないみたいなもんじゃんね。めちゃめちゃ長かった。でもやっぱ古いコースでも相当クオリティが高かったね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ骨というこのコース。まあマリオメーカー2ではありえない配置をしてるんだけど、多分ドクロリフトの上に乗っていくコースだと思うんだよね。これでもさ、左右に動いた瞬間絶対やられるよね。どうやっていくんかなと思って。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1% ちょいだった。まあ上からツタとか降ってきたら楽勝でクリアできると思うんだけど、コースの全貌を見る限りそんなんなさそうだったんだよな。いや無理じゃん、これ動いた瞬間やられるじゃん。ジャンプしてもドクロリフト乗れないか。え、これ本当乗れるの？意味わからんて。一瞬だけ動いてみる、右にちょっ。あ、いけるんだ。マリオメーカー2だったらこんなんできないよな。でもこれでも乗れない、もうちょっといけるみたいな。おお、すげえ。こんなんできるんだ。でもこれさ、こっから左に行けって、いや、いけたな。意外といけないもんだな。めちゃめちゃシビアなコースっていうことは分かった。右声にならない、声を出すな。まあ、最初は簡単なんだよね。でこっからよ、問題はこっからマジで難しいね。これさ、4個か5個ぐらいあったような気がするんだよね。それをこのギリちゃんで全部攻めていけってめちゃめちゃ難しいんじゃない。いや、これリカバリー効く、頼む。クリアのところ、ドクロ様。もう落ち着いてやっていこう。右ギリギリ乗る、左もギリ乗る、乗れない。落ち着け、まだ間に合うよ。右ギリギリ乗る、左もギリ乗る、やったいや、こんなことできるの初めて知ったね。やっぱマリオメーカー2と違っていろんなことができるからめちゃめちゃ面白いね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。